マイク、そっちは行ったの？こんばんは、レイキマツです。トップバッター、ちょっと それ残しちゃった。やっぱり飲む。ありがとうございます。初参加で、トップバッターやらせていただいて緊張し、今は別にしてませんけども、社長ちょっと待って。それでは天国になりましたので、始めさせていただきます。ではよろしくお願いします。一応ですか、一応ダミアンは途中から出てくることになっていつもなってるんで、いいや Thank you.
俺は吉野家のダミアンだ。ものすごく1曲目、練習でもやったこともないようなこうすごいテンポで、本当はもう低い、我々霊気末といいまして、普段は、まあ、白塗りの聖気末のコピーバンドをやってるんですけども、今日は、会場の都合上わざわざ、朝から人間のふりをして、やってまいりました。ちょっとこの姿に変身するのはすごい時間がかかるんですけども、これが一応世を忍ぶ仮の姿ということで、皆さん覚えておいてください。本当は白く塗った時の喋り方ってへへへっていう感じで喋るんですけども、今日ちょっと、そういう喋り方してもあまり説得力がないので、ごめん、うん、お米の仕込みの皆さんちょっとやめて。それでは、次の曲に行きたいと思います。次はすごくかっこいいベースソロから入りますので、今回初めて、サポートしてくれます。あたりましてドットナラです。We'll be right back.
いや、すごいね、君たちギター上手いね、やっぱり。ということで、じゃあ次はですね、霊気末じゃないと聖気末といえば、まあ、ほとんどの人が知っているこの曲。悪魔の森の奥深くお前も牢人形にしてやろうか。かなり
もうすでにビールたくさん飲んでいます、そして今回より発作が、先ほど見ました V さん、ゾッと奈良、そして、ドラムス雷電木村、そして我が輩が僕らのダミアン佐藤です、よろしくお願いします。じゃあ、疲労回復 OK 疲労回復したよ、よし、それでは、次、あ、そうですね、今日まずここでライブやらせていただいてますけれども、この後、我々引き続き獣内で、布教活動のライブを行います。それは来月の13日だっけ、ガッサンロックフェスティバル、我々1年おきに、参加させていただいてますけども、その時はちゃんと悪魔の姿、悪魔の格好で、出演させていただきますので、皆さんぜひ見に来てください。そうですね、なんかルックがある、そう、我々が初めて参加した時には、途中で火事が起きてしまって、途中ライブが打ち切りになってしまうという、こう悲しい出来事がありましたね。誰かが言ったかわからないけども、なんか死の重要なんとか分保存なんとかっていう大事なやつが燃えてしまったということを聞きましたので、皆さん、これからも火の取り扱いにはご注意ください。それでは、じゃあ、それはこれが悪魔の実だからだ。
さん増えてきたので、こちらの方を魅了するようなソロ、次は、冷気圧我々、次は最後の曲になりました。ただ最後の曲、これこそこの曲をやったら、ケバダイの祭りの時に火事が起きてしまったという、まさに炎にまつわる曲をやりました。今年はそのようなことがないように、願っております。そして、この曲最後になりますが、2人のギターとのコンビネーションが非常にいいので、皆さん、皆さん、ぜひ13日来てください。お願いします。じゃあ、それではファイヤーアフターファイヤー。
ー